だってあれおかしくね、国策調査って俺はガーシーに散々言った国家権力やばいからって何回も俺は言ったんだ、うん、連絡取ったりしたんですか最近と、まあガーシーするしたらあかんだよって書いてあるんだよ。まあいやいや、あどうぞ、まあまあ、まずダラビ、今日はだってダラ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 喋るんだから、そんな全然ダラダラじゃないじゃん。あ、ダラダラ漫才師みたいだ。あ、そうかそうかそうか、これがガーシーやってくださいって。いや、しばらくダラビッシュの話しますよ。お前声でかすぎるって。あ、本当だ。もうちょっと後ろ喋ろう。大丈夫、調整しますよ、ね。伊藤さんのトークは席温まりますね。そう、温めてるんです。これからね、いろんなガーシーの話もしたりしなあかんし。そんなにガーシーの話俺ネタ持って。まあいいや。まあまあいいや。ね、じゃあちょっとコメントいきましょう。はい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 、はい、じゃあね、いつものようにね、いつものようにというかですね、まあ、うん、いや俺大体さ、うん、今日やったらもう聞かれることって決まってると思ってる。いや俺だから俺なんで やったかって、なんで今回あえてやったんですかこの時期に。ん、別にいつやろうと俺の勝手、別に何聞かれようと言いたいこと言うだけで関係ねえじゃん。じゃあちょっとバンバン聞きたいことを。でも俺もうね、意地悪だからスパチャしか答えねえんだ。いや俺でもね、それはある意味俺理にかなってると思うんだ。それいろいろ聞きたいことあったら、別にお金が欲しいわけじゃないのはよく分かってますけど、いっちゃ悪い、いやいっちゃ悪いじゃなくて、やっぱりね、区別をつけてあげないと、うんうんうん、スパチャした人に悪くない、申し訳ないっていうね、うん、っていうだけの話で、まあまあね、別にまあね、うん、でも俺ガーシー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 、やっぱりみんなすごいね、川上川上立花立花、うん、でもそれに興味あるんだね。興味あるっていうか何なんだろう、何を聞きたいんだろう、みんなガーシーについてどう思いますかって、アバウトな質問やな。ガーシーについてどう思いますかって、はいはいはい、どう思いますか、ガーシーについてもどう思いますか、もうどうな、何について、友達です、どう思いますか、はい、それは世の中がどう思うと俺には友達です。え、違うの、じゃあみんな何、なんかさ、そんなものすごい極悪非道、まあでもまあまあまあ、うん、やられてきた人たちはきつかったと思うけど、でもさ、じゃあもう嫌いとか友達じゃないとか全く思わない。今回日本に帰ってくるべきでした。だって帰ってきたら捕まってたろ。だってあれおかしくね、国策調査って俺はガーシーに散々言った、ガーシーと俺の対談見てみ、国家権力やばいからって何回も俺は言ったんだ、うん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 、でも、うん、いやー、やばいよ、国家権力。俺はやられたことが、うん、やられなかったけど、やられたに近いことがあったからさ、働き方改革でね、もうめちゃくちゃエビクスいじめられたから、ほうへいほうへいほうでさ、まあさ、なあね、へへほうへいほうへいへへらないかが、ほうへいほうへい。まあまあ、だけど、どう思うかって、俺の思いは別に、何も変わってねえよ。うん、うん、それは連絡取ったりしたんですか最近。とまあさすがにガーシーもさ、まあ、遠慮してる、ただ取ったよ、うん、取ったけど心配だしさ、うん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 、でもそれじゃあんまり深いことを俺が聞いて俺が何ができるわけでもないし、俺は国家権力がすごいものすごい怖いってことを身をもって知ったことがあるからさ、だから彼にも言った、でも彼はやっぱり自分の道を行った。それはある意味もちろん責められてたね、タレントとかいろんな人は辛かったと思うけど、おうおう、でも、うん、真理どうしたんでしょう、うん、でもさ、パスポート取られてもう、うん、パスポート変えるって青尻、そんなお金を持ってるんですかやっぱり。お前さ、もうガーシーお前いくら持ってんだって聞けると思う、うん、聞かないよそんな、投資するぐらいのお金は持ってるってことだ、知らない、そんなの分かんない、そんな話は俺あったらよって、昔話してばっかだからよく分からんけど、でもだって俺川上とガーシーが争っていて、立花さんとガーシーじゃないんだよね、本当はガーシーじゃなくて、あの FC2 の、 あの高橋さんとドワンゴ争ってても俺は両方ともしてるし困るな、全部困るんだよ、立花さんと川上が争ってても困るなってずっと思って、でも川上さんって一番長いよね、
長さで言えば川上博之の方が長いけど、うん、もう平和に行こうよって、うん、俺はもうさもう人生っていうかもう人生は終わってないけどもう終わってるおっさんだからさ、まあ、どうでもいいんだけど、まあ、昔はまだ51だろ、まあ、俺より7個下ぐらいでしょ、7個下、うん、日本に帰ってこないっていうのを決めたのかもしれないけど、でもさ帰ってこれないってきついと思うんだよね。だからかわいでもすごい警察ってあれでも例えばその実家の方に家宅捜索かなんか入ってもあれはもうちょっとやっぱり嫌がらせの感はありますよね。当たり前じゃん、嫌なことするんだよ、ね、だってよく考えてみ、別に警察が悪いとかじゃなくて、うん、人を追い詰めるときにどうするんだよ、まあそうなんだ、徐々に嫌なことを、うん、俺だってそうだもん、誰かを追い詰めるとしたら軽いところからどん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 あ、じゃあ次行きましょう、はい、次の質問もうこれ以上いいや、もうこれ以上いいやそういうこと言わない、ガーシーないガーシーない、うん、まあね、ガーシーは見せしめ、誰に対する見せしめってこと、世の中でしょ、こういうことするとこうなるよっていう、いやまあけどさ警察っていつもそうじゃない、でもまあホリエモンはなんでああなったのよ、まあね、国策調査って本当に怖い、だから俺いつも政治の話はしない、これ以上いないって言ってきて国税は嫌だってもうそれ以上言わない、はい次、うん、はい、はい、学級号泣してましたね、自業自得と思いながらも母親に迷惑かけるのが辛いのも分かります、会長はどう思われましたか。あのね複雑です、俺はガーシー好きだし好きし、でもガーシーがひろゆきのこと言ってた時に奥さんのこと言ってた時にお前もお母さんになって俺は実は思ったんだけど、でそれは言ってたから、うん、でも、あそれあったね、でもねそれあったね、うん、だからもうこれは答えたくない、はいはい、人によって違います、どう思われますかって言ったら、俺の場合は俺のおふくろのところに警察が行ってもうちのおふくろは何とも思わないから、どうぞ行ってくださいって言ったら大丈夫です、80過ぎてますけどねうちの母親は、うん、あんたたち何してきたの何してきたのっていうタイプでしょのタイプのおかんだから大丈夫です、はい、次だしそういうことは俺しないから、はい